ラクーア地図ラクーアは、東京ドームシティのスパ施設を中心とした、融合商業施設。高楽園遊園地球コースターランドの再開発計画により建設され、2003年5月1日、開業。従来のファミリー層向けの遊園地ではなく、会社帰りに立ち寄ることもできるような都市型、レジャー施設である。 社会人女性を中心的なターゲットとし、基本コンセプトは、東京の真ん中でリフレッシュを楽しむである。所在地は、東京都文京区カスガ一丁目3番。三井不動産と提携。名称は、フランス語の女性単数定冠詞、ラと、日本語の、ラック、水を意味する、アクアを掛け合わせたものである。ラクーアのロゴは、Q の輪の部分を観覧車ビッグ O。 尻尾部分をジェットコースター、サンダードルフィンのレールをイメージしたものになっている。ラクーアにはスパ施設のほか商業施設や遊戯施設などがある。ラクーアの完成に伴い、南半分に残った高楽園遊園地の施設は東京ドームシティアトラクションズと名称を変更している。 ラクーアと東京ドームシティアトラクションズともに入園料無料のフリーゲートシステムを採用している。当初は遊戯施設ごとに料金を払う形となっていたが、2003年7月に乗り物乗り放題、チケット、ライドフリーを設定した。日帰り入浴施設、ラクーアビル5から9階。フロア構成会員制フィットネスクラブラクーアビル7階。 フロア構成出店店舗の詳細については、公式サイト、ショップ一覧を参照。1階から4階、9階に、ショップやレストランがある。2013年5月現在、改装に向けて閉店した店舗がある。フロア構成過去に存在した、ってなんとこれらは、改装に向けて閉店した店舗である。ビッグ ONTT ドコモが開業当初から楽アの、 公式スポンサーになっており、開業当初は、V ライブを使用したライブ映像の配信サービスや、園内に設置された QR コードを用いた、i モードユーザーを対象とした、モバイル会員向けサービスを意欲的に実施していた。そのうち、ビッグ、オートサンダードルフィンでは、モバイル会員を対象とした、アトラクション予約サービスを展開しており、サイト上で時刻指定の上クレジットカードで、 チケットレス決済し、指定時間までに専用レーンに、来場の上予約画面の QR コードを提示すれば、優先的に登場できるといった画期的なサービスを提供していた。後にイスウェブや Y、携帯にも対応したが、2012年3月31日をもって、モバイル会員の終了に伴い利用負荷となっている。ありがとうございます。